はい、札幌占い美容室早間貸の後藤です。はい、今日は簡単にできるレイヤーカットっていうのをやっていきます。今ですね、この下のレングスをまずカットするんですけども、特に難しいことせずですね、素直に下ろした位置でカットしてます。でこれ前髪を今止めてるのはパートが1級ぐらいのパートなんで、ちょっと後で切ろうと思って止めております。で、こめかみのラインを合わせて、そこをガイドにですね、サイドチェンジっていうカットします。これサイドチェンジっていうのは、切る方のと反対側に立って、こう顔周りにレイヤーを入れるっていうような感じですね。はい、こちらをまた反対側に立って、持ってきてレイヤーを入れてます。はい、で先ほど今入れたレイヤーに合わせて、前髪の方で先ほど止めた前髪の方をつなげておりますね。でこれはトップの方のレイヤーなんですけれども、ボンノクボのベースのところを軽くしちゃうと、ベースが軽くなってバランス悪くなるんで、そこを残して、一つにまとめてですね、耳の上ぐらいにまとめて反対側にオーバーダイレクションさせてレイヤーを入れております。なので、耳の上に集めることによってバックセンターのところの段がちょっとつかなくなるんですね。センターのバックセンターの段をあんまり入れたくないので、この耳上だけの、軽さだけを出してウェイトを上げたいという目的ですね。なので顔前の方に行くに従って前下がり、そして、バックセンターに行くに従って、長くなるような感じになるんで、耳の上のところだけがちょっと短いようなレイヤースタイルになります。前から見たときに高さが出てバランスがよく見えますね。はい、で今これはいつも使うダイバルタンのはい、フラッティングですね。フラッティングっていうようなカットの技なんですけれども、はい、これは若干ですね、見てわかるでしょうかね。裏面、これはね、R バーを、コンケットというか、えぐる方を使って、中の方のちょっと内側を取ってるんですよね。これ角度によって変わるんで、仕上がりの方が。表面というよりは下の方の、横というかね、裏面というかね、パネルの下の方を削って収まりを良くしてるような感じです。で、こちらのモデルさんが少しですね、癖毛なんですね。細い、髪の毛が細くて細かい癖毛なんで、ちょっと癖を取るという目的でもこれをやっております。生え変わりの毛が非常に多くて、どうしてもパサついて見えてしまう髪質なんですね。ちょっと縮毛矯正、軽いね、縮毛矯正を、進めたぐらいなんですけども、ちょっとやはりツヤがなくなってしまってるんですね。はい、これもちょっとですね、動画す、ちょっと見づらくて申し訳ないんですが、本当に裏面を入れて、収まりを良くしてるような感じです。この辺にすごい癖毛がですね、溜まってる位置なんですね。そこの癖毛を取ることによって収まりを良くしております。基本モデルさん細い髪の毛で、毛量は多少あるんですけども、そぎは入れない方がいいかなという選択だったんで、そぎは一切入れておりません。はい、でところが横すらで入れてるんですけど、横すらあんまり入れすぎると逆にパサついてしまったりする可能性があるんで、表面は、それほど入れてないですね。毛先の方を少しだけですかね、入れております。はい、この時もね、体のラインをこうイメージしながら入れていった方が、骨格ですね、その方のイメージした方が収まりが良くなります。その辺はまた違う動画で説明したいと思います。でこれはスライドカットのような要領でですね、毛束を取って、それ自体を、フラッティングのカットを入れてるような感じですね。これなぜやるかっていうとですね、毛束ごとに動きを出したい、でもすきたくないっていう時にやります。とにかく今日の
今回のモデルさんはそぎを入れたくなかったので僕的には、なんでそぎを入れないで、束感をちょっと作りたいということでそういうふうにしました。はい、で、ちょっと正面が、お見せできないんですけれども、トップのウエイトが上がって、モデルさんがですね、ちょっとくびれをつけたいという要望だったので、耳のところでちょっとつけましたね。ありがとうございます。